東京工業大学地球生命研究所、LC、の関根康人と言いいまますす、えー、皆さんよろししくお願いします、えー、アストロバイオロジー私が行っているです、ね、研究アストロバイオロジーと言いますがアストロバイオロジーという言葉をです、ね、ひょっとしたら初めて耳にされた方もいるかもしれません、えー、アストロというのは、まあ、宇宙、えー、バイオロジーは生命というふうに訳されますなのでアストロバイオロジーをです、ね、日本語に訳せば宇宙生命学 すなわち宇宙における生命を考える学問だというふうに言えます生命はどうやって誕生したのか、まあ、どう進化したのかで我々の未来はどうなるのかというのを宇宙規模で考えるのがアストロバイオロジーですでこの宇宙に我々以外に生命がいるのかというのは皆さんひょっとしたら一度は思う疑問かもしれませんがそういうことに科学的に答えようとしています実は 今はですね我々非常に歴史的な瞬間にいるというふうに言ってもいいという思っていますでこの歴史的な瞬間というのは地球外の生命が初めて見つかるということですでもし地球外に生命が見つかればそれはおそらくアポロによるですね月の探査以上のインパクトを人類に広く与えるというふうに思います、まあ、なぜならこの宇宙において我々の人類生命がですね まあ孤独な存在ではないえ何か特別な存在じゃないということをまあ自ら証明することになるからですでこういうふうに考えているまあつまりえ我々がですねもうすぐ地球外生命を発見するんじゃないかと思っているのは私だけではありませんでこのここに書いてあるのはですねえこあの去年「ネイチャーというまあ科学誌に発表になった論文のタイトルとまあその用紙アブストラクトの一行目です でこの論文はです、ね、NASA のまあ長官たちがこぞって書いていますで。この中にもエルシーのエグゼクティブディレクターも入っていますがそのアブストラクトの一行目、まあ、英語の堪能な方であればです、ね、このまま読んでいただければ分かるかと思いますが我々はまさに地球外生命を発見する、まあ、そういうジェネレーション世代にあるといえるとそこから始まっているわけです。でこのようにしてです、ね、地球外生命のまあ発見の期待というのは 研究者だけでもなく、まあ、広くです、ね、一般の方を含めて高まっているとでどうしてこういうことが高まってきてこれから先にどういう未来がです、ね、あるのかということを僕はこれから話をしたいというふうに思っていますで生命を育む星というのは宇宙にあるのかっていうのは、まあ、あの少し前まではですね科学者が考えるような疑問ではなかったわけです、まあ、SF の世界のまあ話でした で地球上の生命を育むためにはです、ね、よく言われるこの3つの3要素というのがまあ存在することがまあ必須であるというふうに言われています1つは水、まあ、水なんですが液体ということですねで液体というのは物を内部に溶かすことができますしそれを濃縮することもできるであるいは触媒として働いたりもしますで氷でもだめで水蒸気でもだめで液体が必要だというのがまあ地球の生命の、えー、まあ必須条件ですであとは有機物 有機物というのは我々の体を作っている部品です。まあ、我々の部品がなければ生命というのはまああの活動したりですね何か起こしたりすることができないその部品が必要だということです。で水はそれを動かす潤滑油みたいなものですで最後はエネルギーで部品があったとしてもですねその部品が自分でエネルギーを得て 活動をしなないいいととそれれはは生命ううふうにはまあ言われないわけです石ころは投げてそのまま転がってそこで止まってしまいますが生命であればそのまま自このエネルギーっていうのはどういうふうに得られているかというと我々はご飯を食べて、まあ、酸素を吸ってで体の中でご飯を燃やしてエネルギーを得ているわけですが、まあ、広い目で地球を見ればですね太陽の光がまあそのエネルギーの一番の根源になっています。 太陽の光を受けて育った植物を食べる、まあ、草食動物がいて、まあ、それを食べる肉食動物がいると、まあ、我々もその生態系のピラミッドの中に生きているなので根源的にはこのエネルギーというのは太陽のエネルギーだったわけですでこういった3要素が宇宙にどれだけあるのかということですねでおよそ20年前まではですねさっきの3要素が宇宙に存在するあるいは生命を育むほどですね まあ地質的な時間、まあ、数十億年という時間に渡って存在するというのは、まあ、まずはありえないだろうというふうに思われていました。で、この絵は太陽系の中のまあ、惑星たちの絵ですが、一番内側に太陽があって、水金地下と、まあ、ここまでが岩石でできた惑星です。で、そこから外に行くとですね、急激に温度が下がってきます。 太陽をです、ねまあ、熱源に例えれば熱から遠くに離れればです、ね、当然ながら受けるエネルギー温度はどんどん下がっていくわけですでこの火星から外側というのは基本的に氷の世界ですで氷とガスの世界ですで木、土、えー、天、海と、まあ、そういうふうに惑星が続いていますでこの間小惑星帯があるというわけですで最初太陽系の探査 1970年代にですね始まった時にはまあ地球のこのお隣の星たち金星や火星に液体の水が地表面にあるのかということが調べられました、まあ、その結果分かったのはですね金星は400度を超えるまあ非常に高温の星であると、まあ、太陽に近いだけじゃなくて90気圧もある二酸化炭素の温室効果によって地表が温められているということが分かりました、まあ、とても液体の水は存在できないし有機物も分解してしまいます 一方火星はというとです、ね、平均気温マイナス60度南極よりも寒くてとても液体の水が存在できないような極寒の星ですでその火星から外はですねもう見渡す限り氷の世界マイナス2 0 0度という,です、ね、もうとても液体の水が存在できないような世界です、まあ、こういうことが分かったのが1970年代から80年代ですので1980年代から90年代はですね 地球とというののは奇跡の星であると太陽から非常に程よい距離これはハビタブルゾーンというふうに呼びますがこのハビタブルゾーンの中で奇跡的に誕生して奇跡的に40億年間この中で存在し続けている奇跡の星であるというのが常識だったわけですつまり太陽系には地球以外生命を育む星はないだろうということですところがこの世界がですね大きく変わってきましたそれは21世紀に入って太陽系の中の探査を進める中で見つかってきました でそれの中の一つ代表的なものはですねさっきの太陽系の中の主要メンバーには入っていませんが木星や土星の周りには氷でできた月たちが回っていますこの絵を見てですね地球の月と全然違うっていうのはもう一目瞭然でわかると思います例えばエヨーロッパなんかを見て僕はこれ高校生の時に見てですねこれ本当に衝撃を受けました何かというとこれ月に見えますか皆さん何んかこの ワニの卵みたいに見えますよね赤い筋が走っていてこれなんか血管かなんかとか僕最初思ったんですけどこれが氷の月であるさらにはこの氷の月の下に地球の海の数倍という広大な液体の海があると聞いた時には、まあ、ちょっとゾクゾクしたわけですでこういうような星がですね氷地表面は氷で覆われているんですが中に液体,のを持つ液体の海を持つ星というのが太陽系の中で今 つつつかからいい見つかっていますその代表的なものはここに書いてあるエウロパガニメデエンセラダスといったようなものたちですで僕はですねちょうど、えー、大学院生に入った時に、えー、NASA のカッシーニ探査というのが、まあ、まさに行われている時でしたでその時にはですね NASA の探査機が土星の、まあ、衛星を調べるということが行われましたでこのエンセラダスは土星の衛星ですエウロパは木星の衛星です でこのエンセラダスというのはですね最初、まあ、みんなあんまり期待してなかったんですね、まあ、小さい氷の月でもあるので、まあ、これただのですね、まあ、変哲もない小さい氷の塊に違いないと、まあ、思っていたわけですがその探査機がです、ね、近くに近づいて、まあ、みんな目の色が変わりましたこの天体の内部にエーロッパみたいな液体の海があると液体の海があるだけじゃないんですね驚くべきことはそののの、内部の海が地表の 割れ目を伝ってて宇宙空間に吹き出していたということですこのエーロパの中に海があるということはです、ね、分かったんですがその氷の厚さたるや10キロぐらいあるのでなかなかそこを掘って海まで到達するのは難しかったでところがこのエンセラダスはです、ね、自ら自分で,です、ね、宇宙空間に海水を吹き上げてくれている、まあ、つまりその近くを通り過ぎさえすればうまくいけば中の海の化学組成あるいは生命の存否というのが分かるかもしれない。 それが分かってきたのが2000年代の初頭、まあ、僕はちょうど大学院生でちょうど NASA に行って研究してましたでこれはイメージ図ですがエンセラダスから噴出する海水の上を探査機がすり抜けてです、ね、海水をかっさらってでその化学組成というのをその場で調べましたでその成分はここに書いてあるものですどういう水だったか、まあ、海なので水が主成分であることには変わりないんですがそれに含まれているのが二酸化炭素水素 アアモニア有機物有機物というのは我々の体を作るものですで特にエンセラダスの中にはです、ね、微生物と同じぐらいの大きな有機物複雑な有機物も見つかっていますさらには塩分シリカですねでこれはなんかちょっとしょっぱい味噌汁ぐらいのしょっぱさでですね炭酸が強くてアンモニアが入っているとそういう海です、まあ、とてもここに住みたくはないわけなんですけどある種の地球上の生命はですねこういう中で え非常にまあエネルギーを得て元気に生きることができるでここに書いてあるピンクのものっていうのはですね、まあ、あの細かいことはいいんですが内部でで液体のの水と岩石が化学反応して生まれるものですで僕らはですね、まあ、ちょうどこの化学組成が分かった時に、えー、地球上でですねもうこれこそ,それこそまあ広瀬先生の言った室内実験でこの天体の内部をまあ物理的にですね 再現する実験というのを行ってこの内部の海水の素性を作り出すためにはこの海底がいかなる環境かということを明らかにしましたでその結果分かったのはですね海底に温泉のような環境があるとこれ地球上では通常海底熱水噴出口というふうに言われます、まあ、詳しい方はですねそれだけでピンとくるかもしれないで海底の熱水噴出口は地球上の生命の起源生まれた場所 原始生命が住んでた場所かもしれないというふうに言われています。今の地球上で海底熱水噴出港に行くとこんな感じですで。ここに小さくいっぱいいるのはです、ね、エビたちなんですがこれがどうしてここで生きていけるか地球の海の海底というのはです、ねまあ、砂漠です。ほとんど何も栄養になるものはない。なので生命はです、ね、ほとんど期待できないんですがそこに温泉みたいな場が浮いているとです、ね、こうやって生命が恐ろしく反応しています。 エネルギーとししてて太陽を使っているわけでは必ずしもありませんその内部の水と岩石の反応で生まれる水素などのです、ね、食べ物を食べる微生物がいるでその微生物を食べるもう少し大きな生き物がいてでそれをもう少し食べるです、ね、こういったエビたちがいてという形で太陽の光に依存しない、まあ、エネルギー的にですね太陽の光を必要としない生態系というのがまあそこで生まれている。 ですこういったです、ね、熱水の噴出口があると現存するエンセラダスの地下にということをまあ我々はっきりさせたわけです。でこれからですねじゃあどういうミッションがあるか、えー、とさっきのエンセラダスだったんですがこれから考えられているのはですねエウロパです。エンセラダスののの数倍大きいいで、まあ、より長い間安定に中の海が ますでまずは2020年代中盤にですねエーロッパクリッパーという、まあ、あのエーロッパの周回を回、まあ、周回というかですねエーロッパの周りを回るです、ね、衛星が行きますこれは NASA の衛星ですでその後ヨーロッパと日本がやっている JUICE という探査機が行きますこれもエーロッパを調べてガニメデを調べて木星の周りのグランドツアーをやりますでそれとほぼ時期をですね 1一つにしてこのエウロッパランダーというのが今考えられていますでエウロッパランダーというのはその,そのランダーという名の通りですねこうやって地表に着陸しますで木星の周りは非常に放射性環境が強いまああのとにかくですねいろんな機械がすぐぶっ壊れてしまうような環境なのでこのランダーというのもですね寿命が非常に短い、まあ、数十分とか数時間ぐらいしかないでその間に降りてそこで 地面を掘ってすすさま分析するなのでどこに降りたらいいかまず偵察しないといけないしでどういう物質を狙って分析するかその分析のチャンスはですね1回か2回しかないその中でいかに効率よく生命を探すかでそのためのいろんな実験というのが行われていますし地球上のです、ね、似たような環境を調べる調査というのも行われています。でこ我々のののエウロパの表面 この氷を掘ってで、そこの中から生命の痕跡を探そうとしていると、そういう研究になります。で、この写真はですね。エンセラダスの地表面のをまあ,あのカッシーニが捉えた画像ではま当然ないんですね。この真ん中に小さくあるのは車です。で、これはどこかというとですね。中央アジアのえま大きな円弧がありまして、そこに冬の間調査に行った。 このドローン画像です。こ,このこの中でですね、あのサムソンしてるのまあ、見えないと思うんですけど、僕です。あのマイナス三十度ぐらいでものすごく寒いんですね。で、現地の人もあんまりこんなところ行かないので、あのモンゴルの近くなので、まあ、モンゴルなので、えっ、ー、と現地のですねゲルですね、あの大きなテントまあ、大きなっていうか小さいんですけどテントに、まあ、みんなで住んででここに調査をします。でここは湖の上です。で湖が厚く凍ってですね地下に 生態系があるそういったところですでこういうところでどういう場所に、まあ、例えばこの割れ目の近くがいいのかそれとも割れ目とは全然関係ないところがいいのかあるいはちょっとここに見えてますけどこう,うねうねしたような場所がいいのかどういうところに中からの水が噴き出してでそれでその上でですね中の成分生命を含めた成分が保存されているのかっていうのを現地で調べたりしています。ここ研研究究の一例ですが、まあ、室内実験をを行ったりです、ね、こんななような研究をしていると でまあ、実際中にはですねあのこの表面は完全に凍ってて1メートル以上の氷がありますが、えー、この湖の中には微生物がいてそれが実際にこの割れ目が割れた時にです、ね、地表面に出てきているとなので実はそんなにたくさん掘る必要はなくてですねこの割れ目の近くに行って高々かか1センチ掘れば中の海の様子が分かるということが、まあ、最近よく分かってきましたということでですねこの3要素の中の水と有機物とエネルギー というのは地球外氷衛星にあるというのはよく分かってもらえたんじゃないかなと思います。で、ただエネルギーというのはですね、氷衛星の場合は太陽の光ではなくて、えー、ま中の地熱ですね。で、地熱が熱水噴出孔を生んで、その熱水噴出孔で生まれる物質を食べる生き物がいると。なので、太陽の光はなくてもいいんですが、まあ、そういう意味ではですね、ちょっと我々寂しいわけですね。やっぱり太陽の光で生きているような生き物を。 どうしても見たい。あるいは探したいと思うのは、やっぱり地球生命のま坂かもしれません。で、そういったですね。欲求に応えてくれるかもしれない。天体が火星です。火星まあ、火星はですね。よく言われるのはまあ、火星人というような話から始まってですね。まあ昔からですね。あの火星に液体の水があるかもしれないというのはいろんなところで言われてます。 NASA なんかはですね大体5年に1回ぐらい火星に水が見つかったとっ言ってですねそれで大騒ぎしてでその大騒ぎした結果いろんな予算を取ってですねそれでまた次のミッションをやってまた水が見つかったというふうに言ってまたお金を取るとまああのこれは私が言ったんじゃないんですけど NASA はある種水商売やってるというふうに言ってる人もいますでそういうふうにまあそれあのまあこれ以上言うのはやめますがえそういった形で,ですね火星上には昔から水があるということは よくわかっているでこの火星の水に関してはですね5年に1回いろんな証拠がです、ね、見つかってて NASA が大騒ぎするというふうに言ったわけなんですけどいろんな証拠がまあ,あるわけですただ単に地形として、まあ、火星の上にです、ね、川の流れた跡が見つかるというのも水の証拠ですしでそれとは別にです、ね、その水の湖の中にどういう成分が昔溶けていたのか。 ということが分かったというのもまあある種水の証拠ですで。そういったいろんな種類のですね水の証拠があの出ているというのがまあ、この火星です。で火星の探査はどういうふうに進んできたかというとこの左下にあるような周回機でこれがですね地表をま組まなく調べます。でだいたい地表面のですね三十センチより大きいものがあったら火星上火星のこの周回衛星がま発見できるというようなレベルで非常に細かく見ると。 でその結果いろいろなです、ね、川の跡や湖の跡みたいなものがあることが分かってきましたで同時にです、ね、その中の代表的な点にローバーといわれるです、ね、この着陸者が着陸するとでそれでそこの場所をくまなく調べるということを行っていますでこれによってですねくまなく調べたことを まあこれ非常に詳しく調べるわけなんですけどこれは1点しか調べないのでまああの着陸した場所しか調べられないので,で着陸した場所は非常に細かく調べるでその代わりここで得た情報をですねこの周回機が全面展開してでここで得られた情報がと同じような場所はまあそういうような環境があったに違いないという形で火星全体のですね環境の歴史というのがま復元されています。その結果何が分かかってきたとというと 火星はですね地球よりも非常に大きく大規模に進化する星であるということが分かりました、まあ、地球も進化はしていますが40億年間ですね気体の水がずっと基本的には存在していてでその中で、まあ、生命はぬくぬく生きてきたわけです、まあ、ところが火星はですね最初の5億年間でその5億年間の間もですね基本的には凍結しているような まあ雪玉みたいなです、ね、凍結しているような状態で、まあ、その凍結の状態とあとは溶けて海が存在したり川が存在するという時代をです、ね、もう何度も何度も行ったり来たりしているというのが最初の5億年間であるということがよく分かってきましたでどうしてこの暖かくなったり寒くなったりするかというと、まあ、暖かくなる時にはです、ね、火山活動がたくさん活発になってその火山ガスによっての温室効果で地表が温められる。 ただその火山から出たガスはいずれ、まあ、宇宙がですねどこかでなくなってしまうので、まあ、その後冷えるということを何度も繰り返していたというふうに言わ言うことがまあ分かってきたわけです。でこの火星特に40億年前のですね温暖だった頃の火星のに、まあ、生命がいるのかでその火星のですね環境はどういう環境だったのかということを調べる探査というのが、まあ、このの 5年10年の間でで非常に大きく進んでいますでここに見せているのはですね探査車キュリオシティというまあ大きな探査車です皆さんも名前ぐらいはひょっとしたら聞いたことがあるかもしれませんでこのキュリオシティがたんあの今着陸してですねそれで調べているのがこのゲイルクレーターというですね、えー、とまあ直径200キロぐらいの非常に大きなクレーターで、まあ、40億年ぐらい前にですねこの中にまあ湖大きな湖があったというふうにえ言われています でこの湖は今干上がってですねこうやって中の湖の中にたまった泥や砂のです、ねえー、堆積物といわれるものがこの中で顔を見せていますでキリオシティはまあちょうどこの堆積物の中に降りてですねこの堆積物の中をえ調べましたで特にですね、まあ、この堆積物の下の方にある古い時代からこの堆積物の上の方にある新しい時代に向かってですね時代変遷を見るような形で調べました で、この右の絵はですね。これ、私が一番好きな、まあ、キュリオシティの撮った、えー、画像というかですね。そのデータになります。で、これ、何かというとキュリオシティはま小さなドリルをまあ,あの搭載しています。もう数センチくらいのですね。幅のまあ、ドリルを搭載しているんですけど、それがあの昔湖だった。古い湖だった時の時代からですね。まあ、だんだん新しい時代に向かって。 その堆積物というのを掘っていった時の絵がカラーの絵がですねここに書いてありますこれは何を意味しているかというと皆さんお気づきになりますかねこの火星の地表面というのは赤茶色ですこれは鉄のサビ鉄サビで覆われているからですただ少しですね数センチぐらい掘ると昔のですね湖の中に 溜まった泥のこの灰色のですね色がまあ顔を出しているということが分かります、まあ、つまり火星の上で酸化鉄に覆われているのはもうほんの 1cm より薄いぐらいのですね層であってそこから下には40億年前の記録がですねほとんど生のままこう存在しているということが分かりましたでそれだけじゃなくて皆さん見えるのはですねこの色の変化ですこの色の変化が何を意味しているかというとこの当時の湖の環境 pH だったり、まあ、その中に溶けている成分というのが非常に大きくドラスティックに変わっているということが、えー、分かってきています。でこれがですね周辺の気候の変化とリンクするような形でこの内部の,かあの湖の中のですね環境が大きく変わっていると。でそれに呼応する形でですね 火星の有機物も見つかっていますがこの有機物の量やその組成もですねこの周辺の環境に呼応するような形で大きく変化しているということが分かりました、まあ、つまり環境がですねこの火星の湖を大きく変えて、まあ、それによって有機物の存在の量や種類も大きく変えているということが分かってきましたでこの火星の湖の中に見つかったですね有機物というのは、まあ、当然 あのー、当時のこの液体の湖があった頃に、まあ、存在していた有機物ですでこれはひょっとしたら火星の生命の痕跡かもしれませんし、まあ、あるいは生生、えー、生命命が生ままれれる前のです、ね、生命のの体みたいなものかもかしれませんそういった意味でですねここの中の環境とですねそこで起きている生命への進化というのを、まあ、まさに実験室みたいな場所がこの火星の上で見つかったということです。 まあただこのキュリオシティの探査者はですねその場でこれを掘って分析するだけでこの有機物は見つかったんですがそれに対してですね細かい詳細な分析というのを行うことはできていません例えばアミノ酸があるかとか DNA に近いものがあるのかとかあるいは糖があるのかあるいは全く全然違う有機物に進化しているのかといったことは実はよく分かっていないそれを明らかにしようとしているのが今後10年の間にあるですね 火星からのサンンプルリターンという計画ですでちょうどです、ねえー、と2021年に、まあ、あの探査車パーサベアレンスというのが着陸してでこれがです、ね、あの昔の湖の泥を採取しているところです2026年ぐらいにはです、ね、火星の上で無人のロケット発射システムというのが建築されます、まあ本当かなと思うんですけどこれがです、ね、ロボットがまあ作るんですね火星の上で頑張って。 でこのロボットが作った発射台からです、ねえー、宇宙空間に向かってロケットが発射されてそれがパーサベアレンスが取ったサンプルをこのロケットに搭載して宇宙に打ち上げるとで火星の周回にです、ね、この打ち上げられたサンプルは漂ってるわけなんですけどそれを回収するというのがヨーロッパの役割です。ここのの地表でで回収してです、ね、打ち上げるところまでが NASA 役割 でこれで回収するのがヨーロッパの役割で大体2030年代の前半つまり今から10年後にはこのさっきの火星サンプルが我々、えー、の手に入ってでそこにおける生命の痕跡というのをより具体的に調べることができます。でその先にあるのがですね友人の火星の探査人間が行って火星を調べるということがその先にあります。 じゃあなんで友人でですね火星を調べないといけないのか、まあ、あの火星からサンプルを持って帰ることができればですねそこに生命がいるかも含めて、まあ、大体のことは分かるんじゃないかと思うかもしれませんなんで友人が行くのかでこの友人が行く科学目標の一番の最大のものは何かというと火星に現存する生命を探すとこれがあの友人探査の中の一番のメインのゴールです火星は今はですね さっきも言いましたが、まあ、すごく乾燥した天体でマイナス60度の天体だというふうに言ったわけですけどひょっとしたら火星上でも今でもどこかに生命がギリギリ生き延びてるかもしれない何人かの科学者は真剣にそう思っています、まあ、僕もそう思ってるうちの一人ですでこの画像はですね火星上の写真を時間軸に沿ってですね何枚か重ねた写真です えとこの絵でいうとですね左下のところが崖の上で非常に急峻な崖があってですねそこに何かこの黒い筋の模様みたいなのが見えるというふうに思いますでこの黒い筋模様が出てる時というのはですねちょうどこの地域の夏になっていて地表の温度がだい,たいですねプラス5度ぐらいまで温まってる時です。 つまり火星は平均マイナス60度でもあったかい時にはですね5度とか10度ぐらいにはなる今の東京の外ぐらいの気温にはなりますでそうなるとですね何かこの崖から筋が出る皆さんこれ何だと思いますかねもうこれ発見した人はですね当然 水だだとと氷が溶けけてるんだと思ったわけですで実際レーダーで,です、ね、火星を調べると、まあ、火星の数メートル下には広大な永久凍土があるということが分かっていますこの永久凍土がこの崖の縁で顔を出してでそこの気温が5度ぐらいになった時に、まあ、溶けて水が出ているというシナリオはありうるかもしれませんで実際そういうところで水が出ていれば、まあ、ひょっとしたらそこにです、ね、生命がということも想像できるかもしれない。 で欧米の研究者はですねこういう火星の画像を見た時に同じようなものが火星上にあるのかあるいは地下の氷がどうなっているのかというのを調べましたが、えー、と僕らの発想はちょっと違ってさっきみたいな筋、ね、を作るようなものが、まあ、地球上にあるのかっていうことを、まあ、現地で調べようというふうなまあ研究をしましたでこれはですねやっぱり同じあのさっきの氷の湖と同じですねあのモンゴル 例えで、地球温暖化のおかげでですねこの永久凍土が近年急激に溶けてます。で溶けて夏の間にですねそれがあの地表に、まあ、液体の水となって顔を出してると。まあ、おかげでといったらあれなんですがそういったような場所にですねこの地表付近は水が流れてないんですがこれを。 えー、大体高度1 0 0ルぐらい行くとです、ね、この崖のです、ね、上のところから下の方に向かって、まあ、何やらこの黒い筋模様が流れているように、まあ、見えるじゃないかと思います。で実際ですねこれが春や、まああのまあ、夏の期間で暖かくなるとです、ね、永久凍土が溶けてこう水が流れ出すというようなものも見つけていますしでその水が流れているところで,です、ね、微生物の調査みたいなものもしています。 これはまあ単なる比較なんですけどこの右側の絵が地球のさっきのモンゴルの筋模様でこの左側の絵が火星のそれです。なんか似てるとも言えるんじゃないかなと思っていてこういう筋模様みたいな場所がですねまあ地球の生命を探す一個の火星に生命を探す,ですね一個のターゲットになるかというふうに思っています。 まあ最後にですね、えー、タイタンという衛星について、えー、っとちょっとご紹介したいと思いますタイタンというのは土星の衛星ですで土星のですね中で最大の衛星なんですがこれが実際のその写真なんですが、えー、熱いいいい大気を持っててるととうことが知られていますで特に大気中では、まあ、あのこの大気に含まれるです、ね、メタンガスや窒素の化学反応で、えー、有機物が生まれてこのようにモヤをですね作っているということが知られています このタイタンの地表にはです、ね、液体の海が存在しているということが知られています。これは実際のです。ブルーで塗られているところがです、ね、液体なんですが液体のメタンです。地表の温度はマイナス180という極寒の世界なので大気中にあるメタンが凝結して液体の海を作ります。でこういった液体の海がですね広大に広がっているのが今のタイタンです。 でそういう意味ではですね「タイタン」は大気中に有機物がある、まあ、それが地表にも降り注ぐで太陽の光も届くで地表に水ではないが液体があるという意味ではこの3拍子揃った天体という意味ではこの「タイタン」もその候補になるわけです。で2030年代にはですねこの「タイタン」にドローンを使った生命探査というのが行われます僕もこのののメンバーのうちの1人です。 でこの大気中にですねこのドローンが放たれてタイタンの地表をですね降りていってそこで地表に降り積もった有機物の分析を行ったりあるいはですねドローンなので場所を変えてですねいろんな場所を調べるというようなことも計画の中に入っています。でこういったこともですねタイタンにおける生命の探査の可能性の一つだというふうに言えます。 はいえー、とちょっと後半はですね、えー、と飛ばしますが、えー、今話したようにですね太陽系の中ではですね生命を見つけようとする試みが、まあ、実際の証拠とともにですね非常に大きくまあ動いています。で太陽系の中に一番最初にですねあの生命を探そうとしたのは、まあ、あの有名なカール・セーガンですね。 でカール・セーガンがまあ言った言葉がですね、まあ、途方もないことを主張するには、まあ、それ相応の途方もない証拠が必要であるということをまあ言いました、まあこの途方もないことというのは地球外生命の存在でありひょっとしたら地球生命の起源かもしれない。 ただ、それ相応のです、ね、途方もない証拠というのが、まあ、これから10年の間におそらく得られるんじゃないかというふうに、まあ、我々科学者は期待しているというところです。なので皆さんもです、ねまあ、ぜひ期待して見ていただければと思います。えー、と以上ですありがとうございました